久しぶりだね、でもしゅんちゃんも。サスコ入れると全然かかりますよね、車高が。サスコンとフィルムかやったのは。今どのくらい乗ったんですか、距離は。距離もう12万くらいです。あ、へえ、順調ですね。特にあれですか、これからカスタムはエアロつけようかなと思って。候補はあるんですか。いや、まだないです。そのつけたいなって。あ、46だとこれ リッターどのくらいですか。リッター 6.3 とかです。そんなもんか。中も掃除してるんですか。はい、うわ、この辺がね、傷みやすいけど大丈夫そうです。週3とかやってます。うそ、はい、いや自宅でできるんですか。はい、あ、いいんじゃないですかね。雨降っちゃったんで、洗車できない。パールでもやっぱあの気になっちゃうんですよ。オーディオついてるでしょっけ。いや、多分これは純正ですか。はい、あれ、なんかノブって変わってますよ、これ。あ、LS600 とか600ですか。はい、へぇー。あとは買ってるとこあるんですか。買ってないです。マリオぐらいですか。はい後ろも広いよね。はい、これオプションのあれのバスケが後ろあんま乗んないですか。いいね、この黒のね、高級感が。木目と。まだしゅんちゃん若いっすよね。今もう19になりました。19で LS 乗ってるのすごいっす。次の車は何するのかすごい興味ある。まだほら乗り換えはしないだろうけどさ、次の車は何なのかなって。 LS の後期が欲しいっすね、今は。あ、あの406の後期。はい、後期もだいぶね、買いやすくなって前よりね。じゃああとはあのしばらく乗って、はい、まあ綺麗だね、洗車してるだけある